この間、あれですよね。何、はい、で,ですかバッタリお会いしましたよね。そうバッ宮さんの舞台で。宮昭弘さんの舞台の。もう、明らかオーラが違う人が一人で。一人でいましたね、私ね。はい。ポツンと。マスクしてるんだけど、明らかにスターオーラが出てる人がいて。<laughs> いやいやいや。うん、あれは押し切り萌えだと思ってたんですけど。帰り、ね、頑張って声かけたじゃないですか。私も、ね、頑張って声かけましたよ。<laughs> なんか。あの。 もうすらっとね、はい、背が高いからどこ行っても目立ってて、はーい。